よもやよもやだ。金があったら払いたい。はい、すいませんでした。最後は笑って別れたいと思っているんだけど、まあ仕方ないじゃ仕方ないんですけど、まあ結構まあいろんな機関からの圧力やら今来てるんですよ。まあもう一個の、まあ、アプリの方だと多分見てる人がいて、多分もう一個のアプリの方から見た人が多分いろんな人にまた行って、多分結構やばいことになりそうなので、ここで言おうと思ってます。まあでも俺がやってたことは間違いじゃないと思うし、本当にまあでも必ずしも合ってるとは思っていません。正直ね、僕がやってきたことで楽しんできた人もいるかもしれないですけど、まあ、やっぱり迷惑をかけちゃいけない人も世の中にはいるんで、迷惑かけちゃいけないっていうか、もう迷惑かけてしまった人もいるんですよ、中には。俺のせいでね。だから、絶対間違ってないとは言えないんですけど、まあ、夜遅くまでいろいろやってきた行為とか、まあ、反省すべきとこはあるかなって思いました。でも自分がやって、まあ、みんなが笑って楽しんでまたやりたいです、まだなんですかっていう DM がね、結構来てくれて嬉しかったし、まあ次いつできるか分かんないですけど、まあでも絶対また戻ってきてやるつもりだし、やっぱりこんな早く来ると思わなかったから、まあ別れというかは、まあまたやろうねですね。こんな感じでやって出会ったいろんな仲間がいるから、俺にはまあフォロワーもね増やしてもらったし、たくさん、まあでもみんなにも迷惑かかっちゃったらね、さすがにあれだから、圧力なあ、もうあれは仕方ないと思うんだ。で次みんなにいつ出会えるか分かんないけど、一応携帯はもう人に預けとくから、まあもし何かあればかかっな、連絡しても多分取れないとは思います。まあ本当にずっとずっとね、何かあった時に DM くれたり、イベントとか参加してくれたね、もう仲間のことも忘れないしね。まあでもこれがいつ解かれるかとかも俺は分からんから、ちょっとさすがにね、難しいとこあるよ。でもみんなが頑張ってたのも俺知ってるし、でも俺ももっと頑張らないとなっていけないと思った。だから、もう別れじゃないんだけど、多分ね、まあ本当にまあありがとうです。本当に自分のやってきたことを、信念を持ってしっかりとみんなも、まあ、これからの人生楽しんでほしいと思ってるし、まあ、あとは、まあ、夢を諦めないでほしいっていうことぐらいかな。まあ、笑っていたあの時間はもうね戻ってこないけども、まあ多分俺以外の人も多分いろんなところでやってるだろうし、そこはもうなんとも言えないですけどね。まあでも本当にありがとうとかしか言えないんだけどね、今はもう。難しい
世の中だよね、本当に。笑うことしか今できないんだけど、俺も。まあ、あともうちょいで俺も、ちょっと、携帯手放すから。とりあえず、みんなも。まあ、また、このままいてくれても助かるし、年内目標が、ね、俺もあったから、そこはもう、皆さんの力に任せますけど、うん。やりたかったイベントとかもね、うん。絶対やるって言ったけどね。すいません。まあ、ただ、うん。別れじゃないと思いたいから、俺は。そこだけ忘れないでほしいですね。まあ少しばかり離れるだけだけど、うん、これはもう仕方ないと思うから、まあ、こんな感じでしかね、なんか意味わからない暗い感じで終わるのもあれなんで、うん、まあ今世の中雨が降ってきて、ちょっとね、世の中っていうか沖縄か、沖縄結構雨が降ってあんまりいい天気じゃないし、うん、ね、コロナも結構落ち着いてきたし、まあやる意味がね、一応笑顔届ける、届けられてたかもは、まあわかんないけど、うん、今また皆さんと会える日を楽しみにしてます。はい、まあ本当にいつもお世話になった、まあ、H 君とか、K さんとか、A さんとか、まあ、最後ね、A さんも、K さんも、H さんも、だいぶお力になってくれてありがとうございました。まあ、本土にいる H さんも、M さんも、毎回毎回ありがとうございました。まあ最後だからこんな感じで終わるのもあれだから、うん、まあ少しぐらいオチをつけて終わりたいと思ってますけど、言葉が見つかりません。うん、まあまあ音声だけで流してると思うんで、表情とかやってる行動は、行為は映らないとは思うんですけど、うん、やばいね。まあまあ、でもまあスタート切ってからでもいいかなと思ってて、自分がちゃんとしっかりいろいろやること、すべきことを、まあね、煉獄も言ってたように責務全うして、俺はここにいる皆さんを、ね、守るというか、笑わせたいというか、いろいろまだ心に火は燃えているので、消えることはないと思うんで、皆さんもその気持ちを忘れず頑張っていきましょう。なんだろうな、ありがとうございましたっていうか、また、まあ、いつか笑って会える日をね、楽しみにしてますというか、うん、まあ、本当に、うん、会えましょうね。はい、あとはもう皆さんももう学生からまたいろんな道に行くと思うんで、それのいい方向に行くように僕は願っときます。まあ、楽しんでください、残りの数日間、数日か、もう限られてると思うんで、皆さんもいつか大人になっていろいろ感じることがあるだろうし、そこはもうね、いい時代になって
いい時代になるように皆さんがしっかり動いて学んでください。はい、まあ、また元気になりましょう。笑って笑ってね。はい、そんな感じで動画を締めたいと思います。最後噛んじゃったけど動画を締めたいと思います。ありがとうね。またいつか会いましょう。それではさよなら。さよならダメだなそれではまた会おうね。じゃあバイバイ。